奴の身柄を確保する。行くぞ。こんなところで再会するなんてね。戦争ごっこを楽しもうぜ。久しぶりだな、少佐。俺は少佐と一緒にやりたいんです。また厄介なのが現れたな。射程に捉えた。おいしいな、斎藤のやつ。見つけちゃいました。あいつ人間じゃない。あれは何だ。彼らの目的は既存の社会構造の転倒だ。さあ、こんなところでやられるわけにはいかないんだよ。これがわしの最後の仕事になるかもしれんな。評価祭を埋めなめんだよ。これより作戦を開始する。オブシディア、こちらゴースト。オブシディアだな。これより作戦を開始する。立ち込ま！やだ！これはスミス帝都総理から直々に届いた公安休暇再編に関する提案書だ。休暇再編ですか。サスティナブルウォーは大国同士の綱取りゲームだ。君たちにはある人物の救出作戦に参加してもらう。奴は人間ではなかった。あれは何だ。ポストヒューマンと呼んでいる。最新鋭の恒星防壁を装備した隊員全員の電脳を瞬時にハックしたと。お前の目的は何だ。これは人類が初めて遭遇する共通の敵との戦いだ。別に金が全てじゃねえ。俺たちは自分のスキルを生かして自分が楽しいことをやってるだけだ。デルタの包囲網を突破するためにも奴の身柄を確保する。ノイズがないって素晴らしいわ。